コ越えてウクライナに砲弾送ってる西側の7倍の生産量らしい。米紙ニューヨークタイムズ電子版は13日、ウクライナ侵攻を続けるロシアが、欧米の制裁を回避しながら兵器の生産を拡大していると報じた。米国や欧州、ウクライナの当局者によると、昨年2月の侵攻開始前の倍にあたる年間200万発の砲弾を製造。戦車の生産量も倍の200両だという。ロシアの現在の砲弾生産量は西側諸国の7倍に上るとされ、ウクライナへの攻撃が今後数ヶ月で激化する可能性が高いとの見方がある。そらそうよ。ロシアがなんで強いのか知らんの？戦車も畑で取れるんか？書類上では取れる。そら民間経済無視して無理やり軍需に資源と生産ライン回せばそうなるよ。戦後悲惨なことになりそうやけど。経済制裁で入ってこない分を自国で生産するようになったからむしろ国内企業は活気に満ちとるらしい。なおエレベーターが壊れたら一生治らん模様。その証拠にこの1年間ずっとミサイルの嫌がらせしかしてこない。ロシアにはもう何もできんのよ。これからや。何ができるんや？何でもええからさっさと止めろよ。領土がアホほど広いと資源手には入れ放題やしな。中国ロシアアメリカが強い理由はその辺よな。半導体流してるならずもの国家を締め上げないからそらそうよ。モスクワしてもそのうち瓦礫の山になるやろな。なんで米国は小出しに支援するんだろうね。全力支援すれば終わるのにおかしいね。誰が戦争でも受けてるんだろうね。いや、ロシアをずっとじわじわ消耗させる方針を鉄頭鉄尾取ってるやん。アメリカさん不思議やな。イギリスちゃんほんと不思議。現代戦争に終わりなんてあるか？今や負けを認めない限り負けじゃないんやぞ。世界総広行きや。200万発の砲弾を作っといて前線一つも押し上げられんのかロシア。砲弾があっても砲手と砲塔がないんだわ。砲弾運ぶやつもおらん。もうダメだこれ。ロシア国民産休経済制裁。耐えるロシア経済制裁逆手、国産化に力農産物輸出倍。10年前に買っていたチーズの8割は外国産だったが、今ではロシア産しか買わなくなった。国内産のチーズの質が高くなったからだ。これも外国が課した制裁のおかげかもしれない。特にロシアの首都モスクワで外気温30度前後の暑さとなった8月上旬。首都郊外ではチーズなど国内産の農産物を販売するフェスティバルが催された。350を超す業者が参加し、国産の農業機械も展示された。でも今の時代に国産化は非合理的なだけなんだよな。そうか？国によるんちゃうか？日本はもっと国産化しろって話やし。例えば日本企業の場合だと凋落の原因は企業の組織構造にあるらしい。今成長してる企業は製造受託会社って言って構造が単純な分組織的に強いんだと。日本は自社企業で全部なんとかしようとしすぎてて構造の複雑さから抜け出せてない。要するに組織的な遅さがもろに出ちゃってる感じ。国産化のメリットって自給自足できるとか国民意識の形成とかかなり長期的なものやと思う。でも一度は成長したわけやん。時勢の問題ちゃうかな。封建社会なら国産化は政治的政策と相性合うから強いとは思うけど、今の市場社会なら逆に不利になるんじゃないかと。そんなにロシアが元気ならすぐに戦争勝てるし防衛線も突破されへんな。ウクライナが第一防衛線たるロボティネを突破して3週間。戦線全く動いとらんが。アンチオッツ。北朝鮮がロシアを救うから。まあ、鎖国した方が貧困問題とかも解決しやすいわな。ロシアのおだめのおだめなんや。いやめっちゃヘルソン側で嫌がらせされまくっとるやん。国会艦隊今年で終わるんちゃうか？なお人間は増えない模様。経済制裁の完成やな。前から指摘されてることや。十分な工業力と資源と第三世界とのつながりを持った国家を、グローバルなサプライチェーンから経済制裁で切り離すと、ブロック経済めいた閉じた経済圏を構築し始めて経済制裁が効かなくなる典型や。資源も広い国土も持ってる国ってすごいなって改めて痛感するわね。なお採掘機の修理できんなったら終わる模様。ロシア国内で作れるベアリングだの電子部品だのの精度がどれだけ使い物になるかやな。中国様から回してもらえるといいけど、中国様すまんもう金ないねん。クリミアの油田か何か、奪還されてませんでした？戦車作るのもタダじゃあるまいによく金あんな。経済制裁効果なしか。西側の砲弾は精度高くするために高性能な砲弾だけど、ロシアの砲弾は昔ながらのやつやろ。そら生産量違くて当然やろ。戦車の生産って昔の WW2 で使ってたやつ引っ張り出しているぐらい切迫してるしな。なんだかんだでロシアには小麦があるからな。今の食料事情だと世界も綺麗こと言えないやろね。そもそも侵攻の成否に関わらず経済制裁されるのは想定内やったろうし。本当に想定してましたかね。クリミアの時って制裁あったっけか。オセチアもクリミアも制裁されたぜ。本気のやつではないけど。無敵の一人論に似たものを感じる。しかしそんだけバカスカ戦車や弾作ってもロシアは占領取り返されまくってるんやな。量より質なんかな。兵士がいないんじゃ。現代の戦争だとそら質よ。火力自体はロシアがウクライナ圧倒しているけど、精度と射程でウクライナが勝っているからロシアは防戦一方。各国のトップは50代ぐらいにしといた方がええんやないか。10代でもええんやないか。日本のトップがセクシーになるがよろしいか。プーチンが、北の刈り上げを出迎えた宇宙センターで日本で言えば、種子島の宇宙センター？みたく、かなりの田舎？宇宙センターで打ち上げ大型ミサイル発射が必須で、
打ち上げ失敗のリスク軽減のために南部の田舎に作るのが基本らしいし、種子島みたく島の方が打ち上げ失敗時に海に落ちる可能性あるから良いんだろうが、相当ロシアは弱ってると見たなう。プーチンは首脳会議の帰国間らしいが、予定されてた時間ジャストに田舎で直接刈り上げで迎えたらしいし、溺れる者は藁をもつかむの典型例やね。北朝鮮に藁ほどの価値があるかと言われるとそれはそう。北朝鮮を支援してアメリカを困らせられればそれでいいってことかな。北朝鮮支援もらったからミサイル飛ばすんを、日本派へとりあえず遺憾のいでも出しとこ。アメリカ何やってんだあいつら。うん、北海道に打ち上げセンター作る構想あるし、南かどうかより南、東に余計なものがない方が重要やで。そうそう、せやから極東の東端である日本は打ち上げに有利やからな。国策としてもっと宇宙開発した方がええと思うんやが。日本政府さんさ、倍に増えた防衛予算の中で宇宙関連何かないやろか。生産量の話なら、今の西側は生産体制縮小してるんだから差があるのは当たり前じゃないか。それをわざわざロシアがやぶをつついて西側の生産量を回帰させようとしとるんやからな。アホやろプーチン。なんでプーチンは常にこうやって西側のやぶをつつくことしかしないんや。今までも西側を刺激せずに沿線気分蔓延させて終わらせる機会はいくらでもあっただろ。民主主義から生まれた独裁者の頭の中は全部同じ。ヒマルラーもそう。究極的には国家の利益より自分の政権の存続の方が大事なんや。生産量増えてもウクライナ軍圧倒できてない時点でね。生産量7倍で、さてウクライナでどうなってますかと、まあ正直ロケット技術は北朝鮮に負けたしな。ロシア軍、国民の機嫌を取るためのあらゆるものを捨ててミサイル技術だけに全突破してる国は違うわ。やっぱ最低限ごまかしが効くくらいは選挙で票を集めないといけない。プーチンとはレベルが違う。北朝鮮もどうせコロナだの異常気象だの何だので国内うまくいってないんやろ。ミサイル技術より食料とかもらっといた方がええと思うんやが。むしろ北朝鮮はミサイルと引き換えに技術渡しとる側やで、ロシアの技術力はもう埋まるんだにゃ。月面着陸失敗したやろこないだ。ちょっとさすがに信じがたくてな。あのロシアが北朝鮮からミサイルの教えをこうとは。すごかったのはソ連。ロシアは何もしてないどころか技術継承すらサボったにゃ。ミサイル戦略は北朝鮮の国家戦略の要やからな。国民が飢えることより重要なんやろ、きっと。まあ今回プーチンには食料も提供してもらうんやろうけど。ぶっちゃけ北朝鮮って崩壊はせんからな。米中ロ日本すら現状維持望んどる説がある。今の時代、それこそ核兵器でも使わんと一国が崩壊するなんてことはそうそうない。あるとしたら分裂や革命やな。それも北朝鮮では期待薄やけど。北朝鮮と仲良くするのはさすがに笑ったわ。ロシア軍はウクライナでついに馬を使うレベルに落ち込んどるよ。砲弾で道がめちゃくちゃになってて結局馬が最強になるんやで。まあ兵器の輸送なんて馬ではそんなにせんやろし、移動手段としてはな。最悪食えるし。ウクライナは泥沼化は今後も続くやろな。ロシアが最後は撤退して終わるよ。ロシアは馬を使った。一方アメリカは四足歩行ロボットを使った。ってジョークが出来上がりそう。ウクライナはロシアに侵攻するほどの力はないし、ロシアはウクライナを制圧する力もないから永遠に終わらなそう。ソ連崩壊時からするとロシアの GDP は6倍になっとるし、プーチンはそのままなら有能という評価が歴史に刻まれたやろにな。南カフカスやクリミアでの件からタガが外れて正体表したわ。なんやろ、シリアやチェチェンで非正規戦力を簡単に倒せちゃって変に学習したのがあかんかったんやないか。ウクライナ侵攻初日のゼレンスキーアンマルのために人に送り込んだ空挺連中が全滅した時に考えを改めなければならなかった。せやな。欲を書いて野望を膨らませた挙句の失敗よ。歴史上ではよくある話やな。多分最初有能やったのは本当で、ちょっとずつ勘違いが蓄積してったんやろ。適当なところで交代しておけばよかったんや。独裁者のありがちな崩壊パターンから逃れられなかったんやな。2008年でやめておけばロシア史上屈指の超偉大な指導者だったという風潮はある。ロシアとかいう世界地図のデカさだけで強いと錯覚されてた国。なおメルカトル図法。数少ない味方のはずのベラルーシもタヌキジジイムーブかまされるし、ルカシェンコ正直好き。地方ロシアさん、欲しかった土地も民も荒らしまくってしまう。終わったら整備すればいいからセーフセーフ。地雷とか不発弾だらけなんだけど本当に整備できるんですかね。爆発しなければないも同然だからみんな踏まないように気をつけてね。当たらなければどうということはない。ワグネルってどうなるんや？もう味方にはならんよな。王朝でよくあるのはめっちゃ有能なチート官僚のおかげで成功してから一気に崩壊するパターン。チート級の有能官僚は一人で国を大きく発展させるけど政治システムが俗人的になりすぎてそいつが丸んだ瞬間に全て崩壊する。もしかしたらプーチンにもチート級の側近とかがいてそいつが何とかしてたのかもか。そんなロシアよりもドイツに軍備強化してほしいな。技術力あるんやろ？有望と復活やな。心配せんでも軍事費倍増や。マジ？楽しみやわ。中国も経済ピンチなのにロシアに援助してる場合やろか。アメさんが自国経済でやらかしてるせいで中国の売り先が減ってるんや。なんで援助するというか輸出先としてロシアを増やすしかないという。金平ちゃん猛録し始めたのか。東南アジアに喧嘩売り始めちゃったし。
ロシアもだけど中国も外交がほんま下手くそ。共産主義ってなんで外交下手くそなんやろな。右手にハンマー、左手に札束。中国もロシアも外交はただそれだけ。クリミア侵攻まではウクライナも新ロシアだったのに。いや、むしろ新ロシア体制が崩れつつあったからクリミアに侵攻されたようなもんやで。第三次大戦の前哨戦になるのかこれで終わるのかわからんわね。で、いつ終わるの？しばらく終わりましぇん。北朝鮮兵ロシアに行けばお腹いっぱい食えると聞いたんですが。ロシア兵うちらですら食えないのに何言ってんだ。地方英雄的独裁者、もともと有能なのに猛獄して大失敗パターン、世界史に例がありすぎる。せやから民主主義体制国家の場合はコロコロ指導者を変えられるだなんて、一見クソみたいな性質だけで独裁国家より発展できるんやろな。徳川とかいう軍事独裁政権で250年以上も国を維持した化け物。というより史上最も完成された封建制国家やろ。独裁ではなく各藩に自治を許しつつ徳川幕府自身は最大の藩であり続けたってのがでかい。天皇の権威はそのままやしな。うまくできてるわ。外国がなければって前提なのがな。外国の脅威が現れた瞬間対応して封建国家抜け出して植民地回避という神ムーブ。日本は相手にされてなかったんだよな。アメップの目的はあくまでも大清との貿易やったし。当時の日本にはまだ金も銀もあったんやで。それを不平等条約で集中したんや。銀は清の方が豊富やろ。てかあの時代ならもう南米の方があったんやろうけど。もちろん清国もターゲットやったのは確かやけど、それはもう欧米列強の気並みたかったわけやし。わいはそうは思わんな。江戸ジャパンは外敵がいなかっただけのただのガラパゴスや。しかも封建制だったのは外様くらいのもので身内に対しては拡張性敷いてたはず。日本が鎖国できたのは当時世界最大の軍事力を誇ってたからやろ。鉄砲の配備数が世界最大だったらしいな。で島国だから渡航技術が上がらないと生誕維持できない。もし陸続きやったらあっという間に属国になってたやろな。日本海とかいう最強バリア。クリミア侵攻前のウクライナは新ロシア派が強くなったり、かと思えば西側にすり寄ったりとフラフラしとったんやで。せっかくそのままでも新ロシア派が優勢になっていい感じにロシア連邦編入できそうだったのにな。砲弾がミサイルになったように経済制裁も単に全面禁止じゃなくて相手のチョークポイントを的確に塞ぐ仕組みじゃないともう意味ないな。だがじわじわと苦しんでるのは確かやから、そうでなければルーブル右肩下がりにはならんはずやろ。ロシアがやばい。これ何年言い続けるんだよ。やばいからやばいになっとるやろ。んなもん日本韓国中国もずっと言われとんやが。まあ国はそうそう崩壊しないってこった。ジンバブエだってなんだかんだで存続しているし、経済崩壊してもなんだかんだで生き残るのよ。ロシアって韓国と同じくらいの経済規模やのに、なんで軍事にそんなに金かけれんねん。軍事というか軍備には金を使っとるが、兵には金使ってない。月給10万円やぞ。そんな給料でみんな軍に入るわけねえだろ。嘘待つ。ところがロシアの平均月収は9万円に届かない。実はだいぶマシな就職先なんよね。ロシアやばい相場戦争継続不可能になる。ウクライナ圧勝西側供与兵器が有能すぎて新兵同然の義勇兵がロシアの戦車や戦闘機を破壊。どっちが信憑性あるにゃ？専門家はダラダラ数年続くと前々から言っておる。双方決め手がないからな。どうやったら終わるのかわからん。ロシア国内が大変なことになる以外のシナリオで。日本じゃ開戦当初はロシアは焦ってる消費してる軍事費は毎日丸兆円数日で国庫が枯渇するとか言うてたんにな。何兆円かはともかく毎日数十億、なんなら100億単位の軍事費は使っているやろな。わいらは台湾の心配しとけばええんや。経済的恩恵が少ない国交のないどうでもいい国、アフリカの国と同じ扱い。台湾がどうでもいい国だって？西側半導体産業の要やぞ。ほんまか？ならなんで北朝鮮に武器弾薬せがむの？台湾に中国が、ってのもない話。あんなのアメリカ兵器売りつける工場やないか国際。台湾はもう中国に丸される前提でみんな動いてるやろ。だから九州に半導体工場が立ちまくってる。ウクスケもなんか怪しいんだよね。ワイだけは最初から指摘してる。クリスマスまでには終わるやろ花欲しい。クリスマスには終わると言った。だがいつの年のクリスマスまでとは明言していない。まだ企業制圧までの48時間はギリギリ経ってないぞ。47時間59分何秒目なんでしょうね。ロシアは世界から高速に近い速度で離れ続けて赤方線へ起こしとるから時間の進みが遅くなっててまだ特別軍事作戦開始から20時間くらいしか経ってないぞ。赤方線へで草。その先にブラックホールあるのにな。パシベリアってすげえわ。そのまま事象の地平になりそう。てか今のうちに極東攻められないか？デウスだろ。各国めんどいからやだ。この戦争終わった後にロシアには何が残るよ？ウクライナには我が国から送った巨大しゃもじが残るけど。負債。プーチンの勝ちでほぼ確定だよな実情。日本人はまだメディアに騙されてるけど。こっからどう勝つんや。ウクライナが NATO 入りしなければええんやないか。なお北欧が NATO 入りしちゃった模様。フィンランドは遅かれ早かれ入ってたろうから。ウクライナは現状じゃ絶対飲まんけどアメリカが見始めてる領土分割しての停戦ウクライナの NATO 入りってのが落としどころになっちゃうのかね。現実的やけど言う通りウクライナがそれを蹴りそうな気はする。そのロシアは何がどうなったら勝ちになるるにゃ。プーチンが満足すれば勝ち。
いや、結果的なことを考えると真面目にそのレベルでしか軍事政治的に戦争をやる意味がない。今占拠してる東部4州がロシア領になってクリミア半島まで地続きになれば勝ちちゃう？まあ無理だわね。まず何も利益生み出さないのに維持費だけが莫大にかかるし、クリミアはともかくロシアがウクライナ侵攻した東部は、返還まではアメリカも認めると思うけどな。別にアメリカは長期戦になっても困らないし。広島が全勝して阪神が全敗するかもしれんし、プーチンだって勝つかもしれんやろ。ドラゴンズも再開脱出できるかもしれんしな。それは無理。中日ドラゴンズは言うは言うでもモグラやもんね。ウクライナスレですら話題を独占する中日の吸引力ははっきり言って以上。東部4州落とせないロシアはロシアじゃない。新ロシアとかが出てくる展開やめろ。ロシアの粘り強さ見ると戦争は一周回ってまた水源、鉱山、農地なんかの領土を取り合う帝国主義的な戦争に回帰するんやろうなって思う。ベラルーシがもうちょっとプーチン寄りの動きするかと思ってた。なんだかんだでうまい立ち回りしてるよな。ルカシェンコとかいう芋掘りおじさん。間違いなく万雪を汚すどころか最大級に輝かせて名前を挙げた一人だと思うわ、ルカシェンコ。ルカシェンコまだ69歳やし、今が晩年とは限りませんぞ。むしろ優勢って報告したいから今またハルキウ攻めとるんやろ。実際48時間もあれば制空権取ってキーウ陥落まで追い込んで逃げた大統領を新ロシア派にすげ替えて降伏させることはできたはずやで。その大統領が逃げなかったけど。小国が生き残るには核を持つかええ感じのバランス感覚を持つのが大事だと北朝鮮とベラルーシは教えてくれる。逆にゼレンスキーみたいなことされると国民としては不幸やね。まあ占領されたらもっと不幸になるからどっちもどっちや。NATO 寄りになったことが原因で攻め込まれたんやからバランスは取れてへんかったやん。っていうかゼレンスキー自体もともと相当な進路派だったからな。まさか抵抗するなんて思わにゃん。そもそも電撃作戦やるならどっかに陽動で戦力向けさせなきゃあかんでしょ。いきなり乗り込んでもやられるだけや。なお48時間で首都まで迫られたプーチンは逃げた模様。あそこでへたれなきゃな。一歩間違うとバランス外交はどっちからも睨まれる模様。中東でなんかあったらすぐサウジとイランに挟まれる日本の悪口は NG。 多分そこまで砲弾生産してないよ。ならなんでわざわざ北朝鮮に砲弾せびるんや。生産してないからせびるんちゃう。アメリカやウクライナ当局が嘘の報告してるってこと。生産はしてても、そもそも前線に届いてるのかどうか、前線に届いても無駄遣いしてないのかどうか。ゼレンスキーは批判多いけど、あいつのおかげで多民族多言語多宗教国家のウクライナがナショナリズムに目覚めて国民が急速に統合されているので、ここで下手打ってキエフ陥落とかまで後退しなければ将来的には中高の外という立ち位置に収まりそう。終わり。動画のご視聴ありがとうございました。